皆さん、こんにちは。琴とふみこの渡辺です。丁寧で的確な解説に定評のある田中太一さんのチャンネルの概要欄を朗読するシリーズです。田中太一チャンネルは概要欄を読む形式なので、耳で聞きたい方のために朗読にてお届けします。一部アレンジしたり表現を柔らかくしたり省略したりすることもあります。元を知りたい方は、田中太一チャンネルを見てくださいね。今回は、 令和3年5月23日にアップされた動画の概要欄です。タイトルはこの世界の真実。それでは始めます。共産主義の中国陣営対自由主義の米国陣営。その両方を情報とお金によってコントロールする国際金融資本家たち。まず、現在の世界の構図を8つにまとめてみました。1。 ロスチャイルドやモルガンなどの国際金融資本家、通貨発行権を持つ者たちのことです。ディープステートとも言います。彼らは共産主義陣営にも自由主義陣営にも資金を提供しています。いわゆる闇の政府などとも言われますけれども、ここでは通貨発行権を持つ者をディープステート、もしくは国際金融資本家と呼びます。 通貨発行権を持つ者に富と権力が集中するので実質的な世界の支配者層となっています。2、中国共産党をここまで大きく育ててきたのはアメリカであり国際金融資本家です。3、中国の力が大きくなりすぎたので5年前から中国潰しが始まって包囲網は狭まってきています。4、しかし トさんが有能すぎて、包囲網が2年間で狭まりすぎて、このままだと中国だけが一人負けで自由主義陣営がスムーズに干渉となりかけてしまいました。5、国際金融資本家たちは自由主義陣営もボロボロにさせつつ、共産主義陣営をボロボロにしたいようで、今は C 国にてこ入れをしています。もう少し支援をして勝てるかもと、 独裁者の熊野プーさんに期待を持たせて、両陣営を節制にさせて疲弊させたい様子です。6. アメリカだけでなく力のある先進国の日本とか欧州もボロボロにしたいようで、ウイルスとワクワクの両方をばらまきつつ、過度な悲観報道と自粛要請で世界経済を崩壊させています。7. 50年前に C 国を育てつつ儲けると決めたように国際金融資本家たちは次はインドで儲けようとインドには被害が及ばないように大国の中では最も被害を受けないポジションに置いてます中国とは明確に対立しつつも欧米とも深入りしすぎず距離感を保っているこのインドのポジショニングがベストです8 日本は潜在能力が高く目障りなので国際金融資本家にとっては国力をそぎたい国の一つです。ですから移民を入れたり関税障壁をなくして農業などで弱めて消費税も高くして国力をそごうとしています。この流れは第二次世界大戦でドイツと日本を破滅させつつ欧州もボロボロにしたその流れと同じです。 両陣への力の均衡を保たせつつ、両方を疲弊するようにうまくコントロールされているのが今の現状。国際金融資本家にとっては、中国共産党があっさり敗北すると世界中を疲弊させられなくなってしまうので、独自にウイルスをばらまき、移民を送り込み、気象兵器による攻撃、世界規模の金融危機、マスコミ報道によりパニックを意図的に作る、 これらの組み合わせによって日本を攻撃してくるでしょう。これらの混乱後には世界的なデジタル通貨や各国からの通貨発行権などの権限縮小で BIS などの国際決算機関の仮面を被った民間銀行が権限を強めてくる可能性があります。混乱を引き起こしつつ権限をむしり取る。いつもながらの自作自営のかじわ泥棒です。 中長期的にはこれらの世界中の紛争を起こし続けている通貨発行権を握る民間銀行からその権利を国民が取り戻す必要があり最低でも今ある権限をむしり取られることのないようにしなければなりません通貨発行権を持つ国際金融資本家の目的は自分たちの通貨発行権が奪われないために 一般大衆を常に貧しく抵抗してこないように力、お金、時間、余裕、情報を持たせないように仕向けています。ですから、今の米中戦争の過程で全世界の人々を争わせて全ての国の大衆を疲弊させるのが彼らの目的です。世界人口も70億人より減らしたいのでウイルスとワクワクのばらまきは 第3次世界大戦と同じ効果があって意図的に広められています。ロスチャイルドなどは永遠に自分たちが地球を支配するために通貨発行権を持たない一般大衆を常に弱いままにするために争わせるように世界システムをコントロールしており戦後75年で世界は豊かになり人口も増えました。そろそろ破壊してリセットしようとしています。 彼らから通貨発行権を剥奪することが最も重要なことであり、それ以外の国家間の争いなどはめくらましの一つにすぎません。ですから、四国共産党さえなくなればバラ色ドとは思わずに、世界の茶番劇に踊らされないように、からくりを見抜き対処しましょう。自由主義対共産主義という構図も意図的に作られた概念であり、 今の中国の台頭を引き起こすために911でブッシュはめちゃくちゃな侵略戦争を仕掛けアメリカと自由主義陣営の信頼を失墜させました世界中がアメリカの正義を疑い反アメリカの機運を高めました四国に力を持たせ今の戦争状態を作り出すためにブッシュのアメリカがまず20年前から 世界をめちゃくちゃにして自由主義と民主主義に絶望させて共産主義陣営に正義を移し世界に期待させて力を与えたのです。白人対黒人アメリカ対中国自由主義陣営対共産主義陣営富裕層対一般大衆政府対国民軍対テロリスト国民対移民 グローバリスト対ナショナリスト、与党対野党、様々な問題と対立が煽られますが、これらは大衆を疲弊させるために仕組まれたものであり、マスコミにより対立を煽られます。実際は全ての大衆から搾取し続けているのは通貨発行権を持つ者たちなのです。通貨発行権を持つグループが自分たちの既得権益を奪われないために、 そこに目を向けられないために、意図的に自分たち以外の一般大衆同士を争わせて、疲弊させる世界の構造を作り上げています。通貨発行権を持つ者、対通貨発行権を持たない大衆70億人、実際はこの戦いをする必要があるのです。人類の真の敵は通貨発行権を持つ者たちなのです。 通貨発行権を国民と政府が取り戻せば、政府に権力が移るので、そこにまた独裁者や腐敗は生まれますが、今の世界よりは数段増しになるでしょう。独裁者は基本的には一代で終わり、現代社会では世襲は難しいので、富と権力の蓄積には限界があるからです。通貨発行権を持つ者たちが300年間居座り続けているので、 今、彼らに富が集中しています。富と権威力がありすぎるので、マスコミと大企業と政府をすべて参加に収めているため何でもできてしまうのです。現在は、政府とマスコミと社会システム全体が通貨発行権を持つ者たちを守っています。政府とマスコミは彼らの支配下にあると言って過言ではないでしょう。21世紀以降は、 世界中を敵に回す領土侵略はしづらく、テロ戦争も自作自演がばれた上に、トラサン大統領とプーチンに CIA が育てたテロ組織を壊滅させられたので、代わりに今では移民を送り込み、人権を盾に内側から国を滅ぼす破壊工作が新たな手法になっています。特に日本人は人種差別反対とか人権侵害などと、 一言言えば何も言い返してきませんから外国人がやりたい放題できます。欧米の疲弊と混乱を見る限り対策は三つ。一つは日本への移民の流入を防ぐこと。二つ目、産業の保護、特に半導体産業を守ること。三つ目、スパイを防止し領土を守ること。この三点が重要です。18世紀までの世界は 王や貴族に富と権力が集中してきました。フランス革命などで民衆に権力が移り、民主主義が生まれたと教科書で習いますが、それは嘘で、王と政府から通貨発行権を奪った者たち、ディープステートが次の世界の支配者になり、今に至っています。この21世紀は、国民が通貨発行権を持つディープステートから権利を剥奪し、 真の民主主義を勝ち取ることになるでしょう。ハンガリーとアイスランドは通貨発行権を政府から取り戻したようです。アメリカはケネディが失敗しましたが、今のトラさんがチャレンジしており、通貨発行権を取り戻すことに成功するのではないかと期待が集まっています。敵も兄弟なのでマスコミの総攻撃を受けていますが、 アメリカ国民は8000万人が覚醒しているので、もはやこの流れは止まらないでしょう。一旦覚醒し、真実を知れば、もうマスコミと政府の嘘は通用しなくなるでしょう。この世界は支配者層が自分たちの通貨発行権を奪われないために、そこから大衆の目を逸らすために、歴史や報道が作り込まれていますが、このからくりに気がつくと、すべての の辻褄がんとの戦いと言っている者たちががんを広め貧困との戦いと言っている者たちが貧困を広めテロとの戦いと言っている者たちがテロ組織を支援しウイルス撲滅とワクワクを配っている者たちがウイルスをばらまいています日本の領土を守る と言っている保守政治家が中国軍に技術を流しています。通貨発行権を握る者たちが作り上げているこのインチキの世界から真実を取り戻しましょう。グレートリセットなどと偉そうにリセットするつもりのグローバリストたちを逆にリセットさせる側へと追い込みましょう。以上、ここまでです。 本文の中にあったアイスランドの成功例やその他の資料については概要欄もしくは田中大地チャンネルの概要欄からたどり着いてください。田中さんがおっしゃっていましたが日本を守るための方法は3つ。日本への移民の流入を防ぐこと、産業の保護、半導体産業を守ること、そしてスパイを防止し領土を守ること、 私たち一人一人にかかってます。頑張りましょう。それではまたありがとうございました。